1日に出ました。こちらの本まずご紹介させていただきます。PHP 研究所から出ている一目でわかる日韓併合時代の真実、学校病院裁判所を作り半島の治安を守った日本、なぜこの事実が葬られたのかということで、非常にね写真がたくさん載っていて読みやすい本なんですけれども、本当に最初からちょっとですね、面白い資料が出ています。まずご紹介させていただきます。こちら、はい、朝鮮人より日本国民に送られた合法希望の電報ということで、そうなんですよね、はい、これ一新会という親日団体100万人があったんですけど、その100万人だけじゃなくて、実際はその広くいろいろ聞いた結果、合法してもらいたいと、はい、そういうので日本国内に送られた、これで明治44年の雑誌ですんで、で実際この電報は明治42年、はい、それでその会長の文書の翻訳したのが下に出てるんですよね、だからもうこぞってインテリだとか官僚とか、みんなこぞって併合してくださいと、求めに応じて日本もそれに乗っかったっていうような部分っていうのが絶対あったはずなんですよね。乗っかんなきゃ よかったなと、まあ、今更言って世界史には合法国家っていうものが厳然としてあるわけだよ、歴史の中にね、合法国家、民族が少々違ってもね、コウギン先生も、合法って言ってますよね、最近ね、で自分も合法が正しいんじゃないか、正しいんです、併合っていうと、なんかこうちょっと違うんだ、全部吸収してしまったような感じ、ね、それが良しとして合法するわけですから、合法の何よりなのは、向こうの李王朝の方々を準皇族扱いにして皇室令まで出てたんで、そうですね、梨本宮の政子妃殿下がご結婚されましたね、そうです、そうです、この李銀さんですね、そうですね、このねご両親の息子さんですよね、皇太子ですよね、その政子さんが嫁いだっていうのが李銀皇太子っていうのかな、だからこういう事実も在日の方もあんまり知らないんじゃないかと思うんですよね。そうですよ、植民地だったらこんなことあるわけじゃないんだからね、そうそう、だから王家は潰してないですから、全然随分とね、政子妃殿下は韓国の障害児のために学校を作って尽力されたんですよ ね、それまで障害持った人というのは本当に韓国で差別され座敷牢に入れられてるぐらい、日の目にね、日陰に置かれてたんですけど、韓国はほら外見重視、外見尊重どころじゃない外見だけみたいなとこあるからね、もう差別身分制度もあって、奴隷制度もあって、奴隷制度もありましたよね。で、今日はですね、本に載ってない写真もたくさん持ってきていただいたので、まずこちらの方からね紹介させていただきます。最近和食までその起源は朝鮮半島なんて言ってますけど、何でもね朝鮮半島起源になっちゃうんです、これはその割烹っていうか和食の女学校での実習風景ですね、和食ね、それで例えば朝鮮半島から聞こえてくる声は、その靖国神社の遺骨を返せなんて変なことを言ってますよね、朝鮮人、ところが実際はですね、本の方には朝鮮神宮をボンと出したんですけど、朝鮮神宮を頂点としてこういう神社が63あったっていうことが分かってるんですよ、だから要するに神社にはその遺骨とかそういうものがないっていうのは朝鮮人の方は知ってるわけですよね、戦前の方はね、それなのに遺骨を返せなんてバカなこと言ってますよね、トンチンカンですね、でそのハゲ山にしたのも日本が統治時代ハゲ山にしたって散々今言いまくってますけどね、実際はその1910年の併合当時から、そのハゲ山をいかに植林するかっていうことをずっと毎年毎年その緑の日みたいのを作って朝鮮半島でやってたっていう、ハゲ山をこういうふうに砂防工事を始めてる、これいろんな写真ありますよね、で本の中にも入れてるんですけど、その中心が浅川甲って言いましたかね、そうなんですか、その植林運動のね、本の中の写真と違うの持ってきてるんですけど、これはですねその公園の写真で桜が満開の写真なんですよ、で実際朝鮮半島には、王宮があって王宮の庭園はあっても市民が行こうような公園という概念がないんで一つもなかったんですよ、だから公園って名の付いた戦前のものは全て総督府が作ってるんですね、
でそこに莫大なあの数 の、 その桜だとか梅を植林してるんで、ちょうどそれが今100年ちょっと経ってると思うんですよね、まとまったやつが。そうなってその見事な桜の名所を見ると、起源は朝鮮半島なんてバカなこと言うのも仕方ないような部分があるんですよね。だから100年以上の桜はないはずなんですよ。だから例えば福島 の、 あの三春滝桜とか、ああいう千年桜っていうのはないんで、だから桜自慢をね、起源を向こうが言った時にはね、じゃあじっくりその日本のね良き政治、総督府の政治に思いを馳せてくださいぐらいの嫌味の一つぐらいは言えます。言葉として神代桜っていうのはね、日本では、まあ、あのいくつかあるんだけども、で、まあ、歴史は古いんだ。総督関係 の、 その公園以外 の、 その道庁とか、その関係している美容院、警察署、そういうところのそういう門中の横にあたりには必ずこうやって桜の写真が結構たくさんありますよね。だから形状だけじゃないんです、はい、でこれは東京駅の中央郵便局の外壁が残ってますんで比較してもらいたいんですけど、この本の中の写真はあの横からの写真で、これ正面の写真なんですけど、これ中央郵便局なんです、ソウルの、全然違うじゃないですか。本当ですね、随分立派ですね。立派ですね。これは文化財指定にはもう完全になりますよね、いやしなきゃいけませんよこれね。だからこういうのが 特別じゃなくて、こんなのばっかごっそり作ってるわけですよね、朝鮮半島に。本当日本の東北よりも力入れてたんです。そうですね、でその明治時代の45年ぐらいのあれを凝縮して20年ぐらいに集中してお金を投資して、本当に日本に追いつくような近代化っていうのは、東北はその今戊辰戦争をやってる通りに、その薩長の方の恨みを買って東北、まあ伊達藩も含めてあの辺には資本投下しなかったわけですよね。その分が全部行っちゃってるわけですよ、朝鮮半島に。どのくらいの資金を投入して、だからその少なく見積もって外務省が出している数字を、その最近の、ね、貨幣価値でいくと、その北朝鮮で大体その北朝鮮で8兆円以上、で韓国の方で 6兆円ぐらいかな、で 14兆円っていうのが最低で出てますよね、政府機関かなんかの。ところが、例えば コンツェルってあの水俣の地層、あそこはねダムだとか地層工場だとかも巨大なね、そういう工場群を作ったんで、そこ一社だけで14兆円とも言われてるんですよね、すごい。だからこういうそのダム、貯水池、こんなのごっそり作ってますよ、この中には一つしか入れてませんけど、こういうたくさん、見事な雪だ ね、 ねダムだとか、人工湖ね。だから例えば鉄道、ね、これが、あの移動手段ですよね、朝鮮要するに昔のってことですよね、町の中の移動手段、日本の手が入る前ですね。そうです、そうです。それで日本の手が、まあ、こういう時代から10年足らずで、この観光の大鉄橋っていうのがねできてるんですけど、これはちょっとね日本人見ても信じられないと思うんですけど、これです。あ、すごいですね、こっちですね、これあの併合の10年前に完成してるんですね、竣工してるんですよ。だから この時代から10年でこれですからね、江戸時代から飛んできたような感じですね、未知との遭遇みたいなね、そういうことだったと思いますよ。籠ですからね、籠で、地方、あの都市間は馬で、馬でも、そのイザベラ・バードの本の中では2頭がこう行き交うような道っていうのはほとんどなかったみたいなこと書いてますからね、馬はあっても道がない、だから道らしい道はなかったんですよ、あぜ道だね。そうですね、それがこの橋ですか、10年でね、信じられないですよね、だからこれ併合の10年前ですからね、1900年、併合で1910年ですから。あの外務省の統計見たんですけれども、満州まで含めて、あの日本が戦争に負けて引き上げてきた時の残地資産というのが71兆円にも相当、そうですね、それ全部放棄して引き上げてきて、なおかつ日本は未だに文句言われ続けているという。そうです、そうです。だからそのね残した財産で、その近代化の工業だとか、例えば瀋陽でエンジン、今中国の飛行機のエンジンなんて瀋陽、あのメーカーさんがそこのエンジン工場にいたんですけどね、そこで作ってるわけでしょ、そういう資産っていうのは基本的な資産は全部日本が残してるわけですよ、
だから例えば西方ダムって満州国と朝鮮総督国とその野口コンツェルの3社で合同で作った西方ダムってでかいのあるんですけどね、それが終戦の1年前に完全に完成してる、その水泡ダムっていうのが黒部ダムの2倍ですからね、70万キロワット、そうでしたか、黒部が33万キロワットぐらいだと思うんですよ、水泡ダムが70万キロワット、なるほど、だからその鉄道のあれはこれたまたま地図にたく見えますけどね、これはね、朝鮮総督府の鉄道局が昭和12年に出した、あの本の中に掲載されてたカラー地図なんです。この太いのがあの高軌道、新幹線と同じその広さのね、その鉄道網が引かれてて、でこの時点で私鉄とあの国鉄、あの総督府の国鉄合わせて朝鮮半島に5000キロですよ。だから 5キロに1つの駅があるとしたらそれだけで1000ですよね。あのほら生前金正日がちょろちょろ乗って中国行ってた列車も全部、ね、全部それ日本のものですよね、だから釜山から北京まで行きましたからね、だからそのソウル発北京行きっていうあの特急列車も走ってたり、だからその新疆っていうかあの満州のね、あそこでつなげるとヨーロッパまで行けたんですよ、線路がね。なんで日本人ここまで思い入れてやったんですか、ただその安全保障上のために作ったとか何とかって朝鮮の方からそういう声も聞こえてきますけど、実際は昭和12年の時点で5000キロで、鉄道局はその後終戦までに1000キロまたあの延長線作ってるんですよ。それは単線を複々線にしたり、その縦のね縦貫鉄道じゃなくて横の市民の足になるような鉄道ばっか作ってますよ。だからもう日本は日清事変始まってお金もなくなってるのにどん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 鉄道だけは計画通り増やしていってるわけですよね、信じられないですよ。本当ですね、そしてそのまあこれも貯水池の水泡ダムですか、これは水泡ダムはこっちに入れてあります、だからあれもこれもね、これもあれもって入れたくても4000枚ぐらいから絞り込み、どれを入れようかなってその流れとしてあの時系列で並べるっていう意識も持ってやってるんで、そのあこれ載せたいなと思ってもこう載せれないの結構ありましたよ。こういう写真韓国ではもうないんですか。多分ないでしょう ね、あるいはあっても嘘言うんじゃないか、あっても燃やしちゃうとか日本が作ったとは言わずに、要するにそういう記録文化っていうのが先生なかったですよね。つまり客観視っていうかね、客観的にものを言うってことはシナも韓国も含めてないんだよ、性格もの国だから自己正当化の理論をいくらでもやるけどね、歴史の捏造、歴史の真実っていうことはないと同じなんだよ、恐ろしいのはそこなんだよ。だから不都合なものは全部粉飾しちゃう、そう何ね、で不都合なものを残しておくと政権が変わった時に自分たちの命も危ない、で今の大統領なんかも同じでしょ、政権変わるとやられちゃうみたいな、だからそれがもっと強烈にやられてたんで記録を残す文化っていうのはなかったんですよ。で博物館だとかそういうものもなくて、今なんか日本のお寺からね仏像だとかそんなの盗んでて返さないじゃないですか、民間がやったみたいな理由で、それは非常に問題ですよね。だから仏像なんていうのは朱子学だとか儒教が全盛になっちゃって、全部目はもう穴開けるわ、首は全て山に埋め込んでしまうとかね、それを掘り出して博物館に最初に展示してたのは日本ですからね、だからそういう意味では韓半島は全体主義国家の典型なんだよ昔から、だからこの本にも学校、立派な学校あのちょっと一部載せてあるんですけど、これが一部だけじゃなくてね、これちょっと本には これはねあの併合前の小学校ですこれ、でこれは大正時代の、両方とも大正時代に建てたこれ小学校ですよ、信じられないですよね、立派ですなこれは、大学みたいな、
信じられないですよね。高等女学校、こっちは高等女学校か、うん、普通校っていうのは小学校なんですよ、うんうんうん、日本の田舎の学校より全然すごいじゃないですか。立派ですな。だから それと同じような、これこういう小学校が5000校ですからね、はい、終戦の校、だから何も今の写真が特別じゃなくて、ね、まあ都市部の学校っていうのは大体小学校は3階建てレンガ造りとか鉄筋の、ところが軍部の小さい小学校にしても立派ですよ、ね、みんな。だから自分高校までね、戦前の木造のボロ校舎、先生なんかもそうじゃないですか。そうですそうです、走るとトゲが刺さるかもしれないってなるんですから、ね、そうそう。だから結局ね、朝鮮半島にこれだけ税金入れ込んじゃったっていうのは何かって言ったら、その承認もらった時に、まあ、10カ国、うん、でハンガリーオーストリー帝国なんかも入れると11カ国の、うん、承認をもらって併合してるわけですよ、うんうんうん、となるとこう監視されてる、うん、列強にね、うんうんうん、だからその手前、日本人の名誉もあるんで、うん、そういう後ろ指刺されないような立派なもの、だからね、搾取してるっていうイメージは全くないんです、うんうん、持ち出しなんです。どれだけ持ちてるかっていうことが大事なんですよね、うん、お人やしにも程があるぐらいだからね、きっとそういう監視されてるっていう意識が日本人あったんで、うん、それにね、後ろ指刺されないように細心の注意を払ってね、うん、どん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 インフラを整備して、うんうん、向こうにないような、うんうん、でびっくりするのは、日本のそのまあ、帝国大学、旧帝国大学あって、その 6番目が慶城帝国大学、ソウル、今のソウル大学なんですけどね、実際はその7番目が名古屋も帝国大学なんですね、最後のあれがね17年目かな、ソウルの後の、ちょっと信じられないんですけどね。それでこれ見たらみんなびっくりすると思うんですけどね、これ慶城帝国大学の附属病院なんですよ、はい、これが附属病院、東大にも北大にも京大にもこんな立派な附属病院ないですよね。だからこれ見たらみんなこう激怒するっていうか、もうムカムカってなると思うんですよね。自分今の韓国のね言い分を聞くと、そうですよ。自分編集しててもうかなりムカムカ来ましたもん。何を言ってるんだろうって。そうですね。これ出読の書ですね。こちらにいるね在日の方も朝鮮学校でもね指定図書にしていただきたいですね。キム・アプソさんの本は向こうで発売禁止になってるじゃないですか。親日派の弁明。そうそう。だからもうこれ、はい、その。なんていうのかな、ハングルにする必要はないですよね、在日の人が分かれば、だから一番漫画なのは、うん、自分見てて天眼鏡でね、まあ、最初小さいサイズでこう焼き回しして、うん、それでこうレイアウトの4000枚からこう絞り込みやってる時にね、うん、なんか黒板に日本語じゃないんじゃないかなと思ってこう天眼鏡で見たら、うん、先生ハングル書いてる、うん、そうですか、うん、これ笑えますよね、うん、この黒板の この字ですね、うん、ここに書かれてる字、全部黒板に書かれてる字、ハングルなんですよこれ、うん、そうですか、そうですか。だから教科書はあったっていうのは今までもね結構、うん、みんな明らかにしてなってるんですけど、うん、教室の授業、ハングルの授業がこう小学校で行われてたっていうのは、これも動かぬ証拠ですよね、うん、本当ですね、うん、本人は韓国人から文字を奪ったとか言ってたのに ね、うん、教えてた。動かぬ証拠といえば創始解明の、まあ創始解明ね、並んでこれかな、無理やり創始解明を強いたと言われてますが、そうそう並んでますから ね本当に嫌な泣き叫ぶのをこう無理やり ね、うん、そういうイメージで教わりましたよね、うん、それがもう信じてる、行列ができてます。これをね変えてくれということで行列、そうですね、行列できてるんですよね、うん、すごい人気相談所まであって、うんうん、結局日本の名にするといろいろと有利だったんですか。要するに名字のないのが3割か4割いたんですよ、うん、奴隷制度があってね、はい、だその人たちにしてみると満州だとかシナ人というか、まあ、中国人からいじめられて、うんうん、それで逆にね威圧するためには日本名の名前が欲しいという、そういう申し入れが結構いっぱいあったわけですよね、総督府にね。なんか奴隷といえばほら中国の刑罰まねて、うん、あ、そうですね、すごい、これ明治、はい、明治44年 の、まあ、本に出てた向こうの刑罰ですよね、はい、ちょっと信じられないですよね、これ、うん、
ところが今実際日本軍がなんかムチ打ちしてるだとか、そういうのを蝋人形で展示してるわけですよね、ソウル博物館でね、うん、それがそっくりそのまま向こうの刑罰なんですよね、だから向こうは想像じゃなくて自分たちのやってたのを日本、これ白い朝鮮服を日本の軍服に変えてるだけの話、このこっちの写真裁判、こっちはそのシラスっていうより汚いですよね、これ土のベタに触らされて、これが裁判です向こうの、併合前の。それで次のページに、併合になるとどんな裁判風景になるのかということで、同じ明治44年の雑誌にこう左右で並んでたのが、これ日本になった瞬間のこの裁判の模様なんですね。で囚人は椅子に座らされて、だから一番最初に日本の統治の恩恵を受けたのは囚人ですよね。ねえ、うん、人間扱いされてますからね。すごいでも差がはっきり、だからそれは同時に公正な裁判っていうね概念がそこで、日本から向こうに。で先生ね、日本もその治外法権だとか関税自主権とか奪われたわけじゃないですか、法整備、そうですよ、幕末のね、法整備がその整備されてないという理由で、で日本は朝鮮半島を合法した以上、同じようなその過ちを繰り返さないために一気に司法制度を近代化しなきゃいけないという、そういう情熱を持って近代化したと思いますよね。ですね、これすごいよね。あ、これも、だからね、今慰安婦問題の根本は朝鮮半島に当時売春婦はいないみたいなね、そういう雰囲気の中で語られてると思うんですよ、ところがこれはその向こうの売春というかその遊郭ですね、これは朝鮮人の遊郭、で並んでる写真がこっちにその1っていうのは、これが内地人の遊郭、で遊郭は何もあったんで、その慰安婦の募集広告は当時の新聞に出てますけどね、その募集の金額はこういう遊、あの貧しそうな遊郭で働くより慰安婦さんの方が高級だったわけですよ、そうでしょう、相当の高級ですよ、だからみんな申し込みしたっていうことがよくわかる、これ写真ですよね、それでこれはこの前ページにあるこれはですね、あの紀伊泉学校の中の模様なんですね、これが整列してる、でこれは板飛び遊びしてる紀伊泉の子どもたちっていうか、日本のソウル大使館の前にどうぞ、あれ少女ですごくなんか、こんな痛い目な少女が慰安婦って思うか分かんないですけど、これが紀伊泉学校 その、まあ、少女たちが遊んでる、この少女たちの顔を見ると、あの銅像の子供のような子供たちのようなこう少女がね、同じような少女がここにたくさん写ってるわけですよね、これ全部この慰安婦予備軍ですよね、この子たちは。でこっちは整列してる、紀伊泉学校って言ってちょっと若い人、わからない人いるかと思うんですが、どうですか、まあ、慰安婦さんの予備軍みたいな、日本の芸妓さんとはまた、あの舞妓さんとはちょっと違いますよね、はい、それはかなり違うんじゃないでしょうかね、もっとそういう売春の要素は濃い、濃いですね、それだけなんだけど、だからその李王朝時代は宗主国の中国へその紀伊泉さんを献上してるっていうような感じの時代もあったんで、中国、中国に献上、何千人の規模だっていう説もあるんです、都市によっては、つまり他に貢ぐものない、献上するものないと、べっぴんさんの女性を献上する、ね、日本はシルクとかその他で献上するけど、それがなければ人間を献上するってことなんです、それは残酷な歴史ではあるけどね、それが朝鮮ではしばしば大きかった、だからその今回大統領になられたパク・クネさんは正しい歴史認識、正しい歴史認識って連呼してますけどね、その正しい歴史認識は日本が悪いんだとは言ってないんですよ今現在、それで歴史を直視しましょう、直視しましょうって言ってて、それは日本人が直視するのか韓国人が直視するのか、それも触れてないんですよね、だから彼女はこういうものが出てくることを望んでんじゃないかと思うんですよね、でお父さんから慰安婦の問題でも全部聞いてると思うんですよ、知らないわけないですよね、民間の人は知ってますよね韓国人、そうですそうです、だからお父さんはその、まあ、日本の学校を卒業して、その第9の師範学校出身なんですよね確かね、だからそれ日本が統治してなければお父さんは絶対大統領になってないんですね、なぜかって貧しくて学校も何もそんな行けなかったっていうような家庭だったらしいですから、だから全て知ってるはずですよ、
で一番問題なのはその一番その面として朝鮮半島の面として全て知ってるのは間違いなく朝日新聞と毎日新聞は、うん、出た朝日朝日新聞一桁のこれ支店あの支社ですよね、はい、これが朝日新聞のソウル支社、はい、こっちが毎日で毎日は経常日報なんていうのも出してたんですね、これも支社です、はい、だからこの両新聞社がきちっと調査報道、うん、自分のところの資料を集めてやればね、全て明らかにできるはずなんですよ、はい、資料持ってるでしょうね持ってますよ間違いなくね、うんうん、ただ焼却してるって可能性も部分的には僕は感じるけどね、うん、だから終戦の時はそんな空襲ソウル起きてないんで、はい、引き上げる時には必要なものはかなり持って帰ってきてると思うんです朝日新聞、こういうね支局まで出してやってたんなら慰安婦問題の真実一番よく分かってる、ね、実は朝日間違いなく朝日新聞は全部知ってますよ、はい、それで国民騙し続けて、これも昭和15年の朝日グラフに使われてたものなんですよ、あこの表紙そうなんですか、まあ、著作権ないから使わせてもらってますけどね、はい、これはあの第9その僕大統領の出身の第9の少女たちがそのうちわを作ってる朝鮮うちわを作ってるこれ干してんですねうちわなんか、あうちわですか、うちわなんですこのなんか長くこう干し物のようになってるのがね、だからこういうことも在日の人たちは知らないと思いますしね、でこの中に港の整備なんかたくさん東洋一の港を作るなんて記事もねあるんですけど、あるんですけどそれの自分書きましたけど一番恩恵被ったのはあれですよね、うん、不法入国した人たちですよね半分以上不法入国なんですよ、うん、本当に、はい、だからその国を閉ざしてたんで貿易する必要はあまりないんで、うん、港の整備なんか全然行われてないじゃないですか、うんはい、だからその不法入国する人たちはもう過半数以上不法入国ですからね、はい、だから不法入国してる人たちは不法入国である以上本籍地だとか適当なこと書いちゃうわけですよ、ところが国籍を日本の国籍取るときに、その本国の住所とかそれ抹消手続きしなきゃいけない、それができないんでね今二重国籍をどうのこうのって国会に申し込みされてるのは、そういうことなんです、その真実はね、二重国籍だったら抹消手続き必要ないですから、書いた住所は全部嘘ですからね、だから昭和30年代に朝鮮半島から松田優作さんは自分不法入国してきたってなんか本人がおっしゃってましたけどね、年計算すると自分と大して変わんないんで 5,6 歳でどうやって不法入国してきたんだろうと、そしたらその国会でね34年かなあの社会党の議員が要するに大人が子供を連れて不法入国してくるじゃないですか、そしたら大人は日本は優しい国だから子供の面倒を見てもらうって大人逃げちゃうんですよ、で子供 2,30 人置き去りにして、そしたらその置き去りにされた子供が大村収容所とかに、ねうん、で育って孤児院とかなんとかで育って大きくなってる方って結構いるはずなんですよ日本に、だからそれは国会の議事録にも出てますからね、置き去りにして、はい、だからないな、そういう流れですよね、まあ棄民という言葉があるけどね、まさに棄民のあそこになったってことだね、日本がね、日本で棄民すれば、ちゃんと育つだろうと、だからまあ本ではちょっと厳しくて書かなかったんですけど、その巫女だとかね祈祷師だとか、そういう歴史が朝鮮半島にあったわけですよね、ここにこれすごいんですけど、これを見るとやっぱり日本人はちょっとゾッとするんですけど、これは男性刀持ってね、悪霊を断ち切るだとか、わけのわからないまあね、そういう宗教なんですけど白装束で、だから白装束でこういう祈祷だとか仏教だとかキリストの名を借りてね、日本で新興宗教なんかでちょっと生理的に拒絶反応を示すっていうのは、大体その源流が朝鮮半島から来てるっていうのは分かりますよね、カルト系、そうですそうです、なるほど、まあなんかこう地政学的に見ればね、あの気の毒な位置も点もあるんですけど、それにしてもね、日清日露日本型、日本人にしてみるとね、
その血税を使ったドブに捨てたと思えば諦めもつくんですけど、捨てただけじゃなくてそれがゾンビのように蘇って日本は足ざまにね真逆のことを言ってくる、でそれを吹聴する反日日本人もまだいるということですね。それがねちょっと許しがたいことですよね。全くその通りだ。まあ、ともあれね、こうやってあの写真で一目瞭然で日韓合法の真実が分かる本がこの時代に出たというのも吉報だと思いますので、ぜひ皆さんあの、ねお買い上げいただければと思います。なる、はい、その共通言語になるものをあればという思いずっとありましたんでね、はい、一目で見れば共通言語になりますからね、はい、見たかよあれってそう写真のね真実大きいですからね。大きいですよね。韓国のね、朴大統領にもぜひご一読いただきたいなと思いますけれども ね、はい、いやむしろ政治家全員に読んでいただきたい。韓国の政治家全員、日本の政治家も必要です、まあ、ね、未だに1年生議員が120いますからね。そうですね、国会でちょっと買い上げていただかないとね、うん、はい、ということで、はいはい、今日はどうも水間さんありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございます。